はい皆さんこんこにちはにちははアイジェンジンャパのの千葉でですす、はいいラター山田今日はどういう動画かといいますと「g、はい、ッ t オブオ o r l a g クが l o c k がね、えー、手をってましたということで「g、はいはい、ッ t オブオ o r l a g クをクリアした山田さんに本作の魅力について、はい、まあネタバレなしで。 うそうですねめ気をつけますので、ぜひあの皆さんが遊びたくなるようなお話し,していきたいなと思います早、うんまあ、僕なんですけど、はいえと、このゲーム、一言で伝えるとした、はいえー、今、プレイセッション持ってるなら、絶対やったほうがいいゲームですね。うん 絶対やった方がいいっすか。絶対やった方がいいよですね。はい。力強いですね。<laughs> はい。のね、なので我々出してて10点をね。はい。で,いいですけども、はい、これはもうパスできない。そうですね。ちょっとあのまあ前作やりましてまあ前作世界的にはこうまあ結構こうレビューで好評だったところありつつ、ね、ちょっとはいまあそう。 すごく面白かったけどまあそうは言っても10点かみたいな感じだったんですけどのの山中ですね前作はそうなったんですけど改めて今作やってみてあ、うん、ちょっとこういろいろこうやっぱゲームやってて気になるところとか遭遇したりとかするんですけどそれでもなんというか体験としてちょっと私の中ではですけど完璧すぎるなっていう、うん、はい思いがありましてなので本当にできる限り多くの人がやって。 もういいゲームなあのまあ最初なんで前作の話出ましたから一応聞いておきたいんですけど、はい、前作はやる必要あるんです一応続きものじゃないですか2部作の、まあ、完結編に当たる今回の「ラグナウク」が。はいまあ、やった方がいいのは当然なんですけれどもあの、はい、タイトル画面で前作のあらすじを簡単に本当にえっ、ー、と一 2> 2分ぐらいの動画でで、えー、紹介してくれるんですよねダイ,でダイジェストのやつ。ダイジェストで、その点で、かなり今作に必要なストーリーの重要な部分っていうのはかなり説明されているので、まずは今作、前作やってないっていう人も今作やって大丈夫だと思います。なるほど。まあ、私も私、クリアはしないんですけど、私も序盤だけやってね、はい、あの久しぶりにアトレースやったアトレース、こんなに大きくなっちゃって, <laughs> って。<laughs> 一番の衝撃でしたすごい、あの親戚のおじさん体験がすごいできますよねえこれがあのアートレースですか、<laughs> まあ確かに面影は当然あるんですけど、はい、とはいって大きくなってね、声も変わってね、日本のアトレーションが変わって。ねはい、結構、あの声変わってるんですけど、演技というか、けあの前作のアトレースに、えー、と近づけている演技で、結構気付かないですよね、声変わってるっていうことも。まあ、聞き比べれば結構 やっててずっとこういうアトレースだってみたいな違和感は、ま <laughs> ま、全くないと言っていいでしょう。前作だとこう崖を登ることができなかったアトレースで背中に乗ってみたたいな感じになってた <laughs> 登るぞはいぴょんみたいな感じだったんですけども今回、うん、あのちゃんと自分で、えー、と崖を一人で登れるようになったアトレースですね。 いやー成長したなの前のね <laughs> ゴッドボーの動画見たらアトリス小さすぎてびっくりしちゃう、ね。<laughs> そうなんですよねあの。<laughs> マジびっくりしました。結構違和感なく大きくなっているのですごい自然に大きなモデリングだったり声だったりするんですけど改めてこう見返すと本当にちっちゃいんですよね <laughs>。こんなに子供だったのかみたいな。よくしてボケてきたねみたいな感じの。そうです <laughs> まあじゃあ、えっと、特に本作そのプレイしていて魅力だったところとかを、はい、教えていただけますかそうですねまあ一番はやっぱりストーリーですかね。ストーリーリ、はいまあ、前作の時点ですでにその父と子っていう部分がフォーカスされていてなおかつそれが冒険にすごく落とし込まれていた<あ>えお話だったと思うんですけども、まあ、今作、えー、完結編ということで、まあ、クレイトスとアトレイスの物語にえ一段落つくんですけれども。こっちあの ちょっと後ほど述べますけれども、そのストーリーに突入させるための体験としてのまあ探索だったり、戦闘だったりっていうのが非常にこう緻密にデザインされておりまして、うん、なんというかその、アトレスと一緒に旅をしているっていう体験そのものが物語になっているんですよね。そそ、うん、そううううう、はい、ういいい意意味味でではははどぞのこう、まあ ある種のこう悲劇的な結末というかこう試練に立ち向かっていくストーリーではあるんですけれどもそのクレイトスとアトレウスの親子の物語っていうところの2部分にフォーカスを当てていますしもうそこからこう、まあ、プレイヤーの集中もそ、えー、れないというふうな作りになっているのでやっぱりその感動させたい部分だったりとかエモーショナルなシーンだったりとかそういう部分ですごくこう感情移入できますしあこのゲーム遊んでよかったなっていう,こう気持ちになれる。 っていうところですね、うん、あの前作知らない方向けに言うと前作のラストであの思いっきりクリフハンガーしてくれるんですけどまあこの簡単に言うとこの後悲劇は待ち受けますと彼らにはみたいな話になってるんですよね。はい、で今作をプレイするにあたってはそ,れそのまあ悲劇は待ち受けてるっていう予言みたいなのがあったんですけどどうなるんだろうというのがまあ興味あるところの一つでしてで今回あの私山田さんのレビュー出る前のやつ読んでたんですけどエモいっすよと。 はい、<laughs> おっしゃっているのはすごい印象に残ります。エモいんですか？エモいですね。本当に。私は今早くこのゲームをやってクリアしてる人とお話がしたいんですよ。<laughs> <laughs> あのシーン良かったね。っていう話をしたいんですし<ー>や、やってる間に。まああの陳腐な表現ですけど、涙を流してしまうようなシーンがとてもたくさんありまして、うん、やっぱりそれは特別な、えー、お話だなと思いますし。しまあ、本作よくできてるなと思うのは、クレイトスはあのギリシャからやってきた神様。 なんですけれども、はい、まあなん、なんならこう、一周終わった人なんですよね。もうすでにいろいろこう過、うね、過酷っていうか、まあ、過酷すぎる体験をておをや,やり尽くして、新たな統合に来たんですもんね。はい。まあ、それを知った上で、その北欧神話って新たな世界、神話の世界に入り込んでるってわけなんですけど、はい、ちょっとそのクレイトスの、その。 バックグラウンドみたいなものっていうのがすごく効果的に、うん、えと使われておりまして何というかこうこう予言によって破滅が約束されている人たちのすでに、えー、とな何人も見ているわけですしなんなら自分自身もそうなわけですよね、うん、クレイトスは。それを知った上でその北欧神話のオーディンたとかがこうどんなたどるのかっていうのをう俯瞰的な視点から。 アトレウスが大事だよっていう、えー、とモチベーションを持って見ているっていう体験はすごくこうプレイヤーとのこう共感性が高いですし、うんまあ、なおかつこそこで語り直される悲劇っていうものも非常に何ていうかギリシャ神話的な部分がありましてそのクレイトスが主人公である意味っていうのがすごくこう前面に出てくるシナリオになってると思いますうん気になってくる <laughs> その今回北欧シーンはまあ前作に続き舞台になってて <laughs>、はい、あの今回はオーディン えー、トールが、まあ、出てくるっていうのが一つ特徴ですけど、はい、キャラクターとかはどうですか、まあ、因縁のフレイヤーさんも出てくるわけですがそうですねちょっとこうかなり早い段階からフレイヤーさんはもうバキバキに怒ってるわけですけれどもはい、ねはい、まあ神々も我々が知ってるトールとか <laughs> まあライジンそうですよね、はい、今はむしろそっちの方が有名ですけどツイハンマーを持ってねはい とかまあ知名度の高い神様はまあヘイムダルみたいな、みんなが知ってるような神様も結構、完結作なので、出し惜しみなく出てきますし、前作、結構あの面白しストーリーは非常によくできてたんですけども、区界の一番高いところに灰を巻きに行くっていうそのクレイトス側のプロットと、介入してくるバルドルっていうプロットで、ちょっとこう2つお話が動いているところが若干ちょっと混乱したんですよね、私は,は。そういううい意味で言との 神様の世界の中にこう介入していくっていうお話になっているのでその点はすごくこう一本道感は一本道というかこう一貫性があるシナリオになっていると思いますロケーションとかはどうですかその、まあ、結構前作でもいろんな舞台行ったわけじゃないですか大きい湖がありましてとか、はいでまあ、今回は、えー、と何でしたっけの冬でしたっけ名前は、ね、インブルの冬です <laughs> あそうそう。インブルの冬っていうのが来てて、はい、まあ一面すごい寒くなってるわけですけどどうですかロケーションとかはい。 ロケーションはそうですね、あの、ミズガルズ、えっ、ー、と、クレイトスたちが住んでる世界は、まあ、フィンブルの冬になっておりまして、まあ、前作は結構印象的なロケーションとして、湖。 ミズ、うん、ガルズの湖でヨルムンガンドがいるところでこうちょっと親子の話をしながら船を漕いでたと思うんですけど、うん、湖が完全に凍りついてしまって今作はその、はい、同じ場所を犬ぞりで、えー、と踏破するような形になっているので、まあ、そういう意味でもちょっとこう同じロケーションだけど、えー、と見え方が違うとか状況が違うみたいなところがえー。 非常に何ていうか前作遊んだ人もここはあそこだなって思いつつちょっと変化が感じられるところかなと思います。で新しいロケーションとして、えー、とバナヘイムなどのその晩親族が住むような場所の探索も非常に何ていうかいろいろできるようになっておりますので、はい、この懐かしさを感じつつ、えー、と新しいロケーションもたくさん用意されています。 結構ね、その不安になるのは、例えば前作ですと、フレイヤっていうキャラクターの家の周りとかがめちゃくちゃ綺麗だったんですよね、なんか、はい、落葉が落ち葉がすごくて、まあ、印象的だったんですけど、その、まあ、冬メインになったら、そういうバリエーションなくなるんじゃないのって心配あるんですけど、個人的には、そのあたりはどうですかまあフィンブルの冬といいましても、あの、はい、世界によってその影響の仕方が違っているという設定になっておりますので、うんうん、その。 区海の水ガルズ以外の、例えばエスバルト・アルフヘイム、ドワーフの住む世界ですね、に行くと、はい、えと今度はそのなんか湿度が高くなっている、フィンブルの冬の影響で、なので、冬じゃないけど、冬じゃないけど、まあ、変わってはいるみたいな設定になっているので、まあ、えと単調な感じにはなっていません。うんまあ結構、見た目自体は前作と変わってないじゃんみたいなところもありつつ、まあ、えと探索するマップ自体はかなり変わっていますね。なるほど。まあ マップの良さっていうのも山田さんはレビューの中ではすごい段階化指摘して,きてると思うんですけど、マップの良さについて教えてもらえますか、まあ、マップの設計ですよねそうですね、まあ、基本的にはまっこもはりのはオープンワールドとはまたちょっと違って基本、えーと、メインストーリーを進めていく上では、基本的には一本道の場所を言っていくんですけれども、まあ、分かれ道も当然あったりしつつ、基本的にはそのマス 行く道に迷わない迷子にならないような、えー、視線誘導とか設計になっていまして、それが非常に何というか、えー、と遊びやすさにつながってるかなと思います。最初その千葉さん遊んでて、はい、あの目的地コンパスみたいなアイコンみたいな最初ないじゃないですか。はいうん、ないですね。はい。まあちょっとびっくりしちゃう。あはい。そう段山になんかその紋章みたいなのがあるんですよね。ここは登れますよって、はい、まあそれぐらいかな目印になるの。 こうやって結構その段差の紋章とかこ,うここ行けますよアイコンみたいなのって分かりやすすぎて逆にゲームっぽすぎちゃうところがあると思うんですけど、うん、まあ今作は全然、えー、とそんなこともなく自然に馴染んでますし、まあ、あのゲームを進めていくとコンパスみたいな機能はガイド機能はつい出てくるんですけども、まあ、なくても意外といけそうだなって思わせるくらいにそのマップ自体が、えー、と先に進めやすいように設計されてますね。 で、なおかつ、かはい、うん、序盤しか僕はプレイシャー、まあ、序盤だっていうのもありますけどね。なんか、その、うまいこと、あれ、なんか、これ、ダメなパターンとかじないのかなって思うぐらいす、スル <laughs> ーると言ってますね。<laughs> あまダメ、まあ、はい、だめ、だだから、引き返すって言われときゃいかでした、一回。 一応、ね、間違えると、まあ、あのこれはあの視線誘導とかマップデザインとかもつながる話なんですけど、基本的には同行キャラクターがめちゃくちゃ喋って、間違ってるともうみたいな感じで言ってくれるので、それが助かありますし、あと、行くべき方向にあの同行キャラが一緒に行ってくれるんですよね、アトレスが。なんかお父さん、あっちの方う、ルールしてるけど、こっちなのかなみたいな空気読んで、うちの方行ってるみたいな雰囲気を <laughs> ん。しくれ 同行者っってていうのをうのまく使ってもコントロールするのもかなりあるってことです、ね、そうですすねねそうなおかつ謎解きみたいなところも、はい、まあ結構難しくて <laughs> 発売前なのに詰まってしまったみたいなところがあるんですけど <laughs> <laughs> これはもうやむんでいみたいな誰にも聞けないしみたいなところがな,あのなくはないんですけどもやっぱこう一、はい、回ゲームを落としてちょっと一休みしてもう一回つけると、うん、あこうやって進めばいいんだっていうのが絶対に分かるというのが非常に あの個人的にはに分かる私は分か,った分かるように作られていてそれはすごいあのすっきりするんですよね達成感というか、うんまあ、もちろんこれもあの自分の力でというよりはそういうふうに分かるように作られているっていうところなんですけれども、えー、と前作でのノルンの宝箱っていうのあったと思うんですよね。はい、えと3個鍵を開開けると,、えー、と開く宝箱っっていううあ,あったような 結構その分かりやすくなってるかなと思いますその。なんていうか、パズルの解きやすさみたいなのは、なんか NPC、まあまあ、アトレースとかだと思うんですけど、うん、アトレースとかがまあそのサポートしてくれるんですか、これは何みたいなやつあそうですね、あれをもう本当に時間がかかると、あれをああすればいいんじゃないみたいな具体的なアドバイスを最終的にしてくれるっていうところもありますね。そそ <laughs> そこははの段階を踏んでるんででですすかねそうですねう、はい、最初は でき,のかできるのか <laughs> こ,これじゃないみたいな感じなんですけど最終的にはあ,<ー>あそこを凍らせればなんとかなりそうな気がするよみたいな優しい <laughs> 優しいお父さんのプライドを守ってくれるっていう <laughs> <laughs> あ、まあそう聞いてくると俄然ねはい、うん、その山さんは今回レビューとか書くにあたってゲーム、まあ、やってる人もやってない人もやってほしいっていうことをおっしゃってましたけども、はい、そのパズル まあ、戦闘いろいろあるわけですけど、そこらへんの難しさみたいなの、どうでんですかね。そうですね。まあ、そこの、なんていうか、誰でもこれって解けるだろうなっていう塩梅なんですよね、やっぱり。はい。そういう意味では、えっ、ー、と、そのレベルデザインっていう意味でも、非常にそのゲーム慣れしてない人にこそやってほしいなっていうのはすごい。えっ、ー、と、ずっとプレイを通して感じましたね。うん そのうまいことあんまりなんかプライドを傷つけない程度にサポートしてくれることですか、ゲームに。<laughs> はい、戦闘はどうですか、えー、戦闘はまあ結構前作のシステムを踏襲していまして前作だとリヴァイアさんが最初使えて「プレイズ・オブ・カオス、はい」が中盤から使えるっていう話だったと思うんですけれども、えーはい、今回えと、序盤からその2つの武器が使えますね。でなおかつその 2つの武器をこう切り替えながら、えー、使うインセンティブみたいなものい最,最初、最初版から結構ちゃんと設計されていて、まあ、相手を凍らせたら、えー、とブレイズ・オブ・カウスの攻撃の威力が上がるみたいな感じで、まあ、なんとなくそのこう戦い方みたいなものも、えー、と親切にガイドして,あしてくれるのが非常にいいなと思いましたねその組み合わせムーブを自然に覚えられるみたいな感じなんですかね。 プーエンスか。武器。武器。プーエル。<laughs> 戦い方。はい。戦い方。戦い方プーエルですか。戦い方、<ー>まあ、武器。とあそうですね。やりげな。やりげな言い方ですけど。はい。まあ、でも、その、なんていうんですかね。その体験自体も前作もそうだったと思うんですけど、まあ。はい、やむにやまねるん事情で、プレイズオブカウスを、えっ、ー、と。クレイトさ、手にしたと思うんですよね。前作も。はい,いやー、あのシーン僕好きなんですよ。<laughs> <laughs> おなじみの武器ねずっとクレイト使ってる本作ずっと持ってなかったのに<笑><笑>山場で持ってくんですよねあれ良かったんで <laughs> 取っといたんかいみたいな感じのすごいかけとったんかいこの武器なんですけれどもまあそういう意味でもちょっとこうレビューでも結構あれだなと思ったのは、はい、ここが楽しいんだけどお話のすごく大事な部分なので 説明しづらいなみたいなところもあるんですけどもそういう意味でもあの戦い方の増えていく一番重要な部分はちょっとお話と密接に関係してたりもしますのでちょっとあんまりこう詳しくは説明できないところもあるんですけどもはい期待してくださいってことですかね期待していいですかもう前作のあれ僕大好きなのであれと同じクラスの期待私はすごい好きでしたね <laughs> なのであのスキルツリー<で>はいで、はい、えっとコンボが増えていくっていうのもまあ前作と同じだと思うんですけれども、うん、まあそれでこう攻撃方法が増えて攻撃のバリエーションが増えていくんですけれどもまあそこまで気にしなくてもある程度までならえっ、ー、と戦えるっていうところも個人的には好きな部分ですね。そうと、うん、はい。アドレースの位置づけはどうなってるんですか。戦闘だと前はまあサポートして本当に危ない時撃ってもらうとかまあなんか。 とりあえずちょんちょょんんやってもらうみたいな <laughs> 僕の中での印象はそうだったんですけど <laughs> この作ではどうなってすごいたくましくなってるので頼りがいがある感じになってますけど、まあ、前作も十分こう有能なサポートキャラだったと思うんですけれども、はい、ああの敵の何て言うんですか敵の肩に乗っかって「今じゃ!」みたいな感じの時もあったりもしますした、まあ、そういう動きもあの継承しつつえきちんとこう一人で戦えい ずつつそのサポートしてほしい時にちゃんと命令を出せば矢を打ってくれるっていうのは前作とまた同じですねうんアトレス自体のスキルも育てることができるのでその意味でもすごく頼りになるキャラクターだと思いますアトレスはもう頼りになる男ってなったんですかいやそうなんですよねまあ結構そのこう単独で動きたい感じの雰囲気を醸し出しているので、うん まあそういう意味でも今作はそのクレイトスの物語でありつつアトロースの物語でもあるようになっています。うん、気になる。俺はもう序盤しかやってない、はい、<laughs> <laughs> やっと、こんなところ話してきましたけど、あ、はい、そう、俺気になってたことあったんだ。これ、はいあの、続編が出たら必ず聞こうと思ったんですけど、ファストトラベルの仕様ってどうなったんですかあの前作って結構ファストトラベルの と呼べるような機能が解禁自体が結構遅かったと思うんですけれども、はい、今作で言うとかなりあの自由にいろんな世界行き来できるようになってますし、その各世界のに。あれ自体は一緒ですか、その一階の扉みたいなものの、うんえと、ロケーションも各世界に点々とありますので、はい、移動自体は非常に、えー、とスムーズにできるようになっています。 今回もなんというか、はい、ノーカットでやってるってことなんですね、やはり。そうですね、まあ、厳密に言うと全然ノーカットじゃないんですけれども、<laughs> まあ、<laughs> 映画的なこの意味で言うと、まあでもそう,そうですねその、体験としては労働を挟まない連続した体験で、まあ、なおかつ、まあ、それが実現してる、このなんていうのか、緻密なデザインっていうものの貢献が大きいかなと思います。うんまあ、やっっぱりこうゲームってぎぎはぎというか いろんなパーツを寄せ集めて作るものだと思うんですけれども、はい、まあそれでこう完成形がこういう形になりましたっていうふうに作るものだと思うんですけれども、明らかになんというか、その連続性っていうのがすごく重視されてるゲームだなと思いますよね確かに、僕、序盤しかやってないですけど、あのかやめ時き難しいんですよね。はい なんかイベントとかあるんだけどスーッと次の流れに入って,て。ドゥ <laughs> ーンって達成って出るんですけどもうそのまま続いていくんですよ、ねそう。そのまますぐじゃあこう行きましょうみたいな流れがめちゃくちゃ上手くて「<laughs> これ何 <laughs> 俺はいつやめればいい?」<laughs> <laughs> 気持ちに <laughs> させられましたね序盤だけですけど、まあ。お話の連続性っていう意味ではまあだから今回えっ、ー、と。 サブクエストも寄り道みたいなのもたくさんあるんですけれども、ファーストトラベルが結構楽になったことで、寄り道もすごいしやすいんですよね、はい、ですけれども、でも,もう、はい、今行っていいのみたいな雰囲気はすごい感じますね。 まあそらくその前作で言うと,、えーとまあ、連続する物語の体験っていうのを担保する意味でも、まあ、ファストトラベルのちょっとこう不便なところを残していたっていう部分があるのかなと思うんですけども、まあ、今作は、えー、むしろその2人で一緒にいられる時間のこう大切さというか尊さみたいなものにもすごくフォーカスが当たっているのでこの仕様はすごくあの。 だ妥当性があるというか、お話的には、今すごい緊迫感あるけど大丈夫みたいなところはあるんですけれども、物語体験の一部だなっていう感じですごいんですよ、ミーミルが、冒険者ってすごいしょっちゅう言ってくるんですよね。ミーミルはね、<laughs> いいキャラクターですよね。あのぶら下げてね。はい。はい、おじいちゃんキャラが <laughs> 大好きですけどななんかの、結構シリアスな展開にもなりやすいから、あ、ミーミルがいるだけでね、ね、はい、や、ちょっと、緩和できる。はい。シリアスだとあの息切れしちゃうね、こっちは。 はいまあ、なおかつあのまああの何ていうんですかテキストのこうデータ図鑑みたいなものロア,、ね、ロアを見れると思うんですけれども今回そのクレイトスの主観で書いてあるキャラクター紹介を読めるんですけれども、まあ、それに対して言うとその「ミーミル」の紹介がこん。 大切,な大切な友達じゃないですけどこうやって来やすくしゃべれる友達がいるのは貴重であるみたいなことを言うのもううちょっとこうクレットスの、はい、内面みたいなものが見れてあの嬉しいというか、えっと、クレットス感情表に出さないけれどもその内面がうかがい知れるっていう意味でもあのサブのロアみたいな部分もすごくあのゲームの体験に寄与してると思いますね。はい。まあ結構話してきましたけど <laughs> これそういえば言ってなかったわみたいなのありますか どうですかそうでですすかそね全体的に増えたいなと思った方増えたと思うんですけどあまああのサブクエストに関しても非常に、はい、まあ,あのと今時のこのトリプルタイトル例えばオーブンワールドみたいな。 ものに比べると、おそらく、まあ、数自体は絞られてるかなという気がするんですけれども、それ専用のロケーションだったりとか、大掛かりなこうグラフィックだったりとかみたいなのが用意されていることも多くて、ですね、うん、非常になんていうか、はい、一個一個の深みみたいなものが、えっと、な充実していますね合成な感じでちそうですね、こう、なんだし惜しみせずというか、やっぱあれ取ってこい、これ取ってこいみたいなこともある,あるにはあるんですけれども。はい 序盤の最序盤で結構、えー、と挑戦できるクエストでこうでっかいクジラが出てくるんですよね。うん、でそこにあの登れたり登れてそのちょっとしたマップになっているのを見てサブクエストとはみたいな感じになりましたね。<laughs> サブってなって、はい。はいはい。まあ,あとはキャラクターがいはい非常にいいので、はい、まあ前作のえっ、ー、と カジアのドワーフ兄弟とかもそうですけれども。いや、好き、あ,あの2人、2> <laughs> まあ好きなやつばっかりだ、ねはい、<laughs> 好きですよね、はい、そうなんですよね、あの、本当にローカライズはあの、日本語で遊んだんですけど、日本語字幕、日本語音声で、はい、う,でもう他の国のローカライズも、これと同じ体験だったら、もう世界中が幸せになってるなっていうのを、すごい感じましたね。<laughs> いやー、いいですよね、ローカライズリティーは、s i e、はい、さんもいつものことだと思うんですけど。はい まああのだ3部作が2部作になった影響かなっていうところもあって、はい、まあ若干その展開が唐突な部分もなくはないんですよね。だんだんその最後の方とかになんか、まそ<う>ま「巻いてんな」みたいな感じになっちゃう、ま。巻いてんなってあれどうなったんだろうみたいな、まあ、これはクリア後に<ー>えとフォローされるのかなみたいなところもなくはないんですけれども、まあ、やっぱりそのこう前作の なんていうか一本道としてのすごい完成度の高いお話と比べるとまあ気になる人はいるだろうなっていうのはちょっと言っておいた方がいいかなと思いますね。なんかえあれって結局な放置してんのかみたいな感じになっちゃうんですかそうですね。あ一応説明されたけど <laughs> まあなんかよくわかんなくいや,若干ぼや,ぼやる。感じた <laughs>、はい、ただと,相対として見た場合は エモが出ててくるってことなんですねそうですね、まあ、やっぱりこうお話の中心のクレデットスタートレスっていうところに関しては、もう一切手を抜かずに、なんならもう、その感動、エモーショナルに、えー、とこう整合性をよりエモーショナルを優先させたな、ここは、みたいなところもあるんですけれども、それはもう、正解でしかないのでここ <laughs> <laughs> はもう、整合性よりまずそっちを取りましょうと、小野、はい、さん的には。 なぜなら今、我々はもう<足>クレイトスだし、あるいはもう親戚のおじさん、おばさんだからっていう。<laughs> う親子を見てきた親戚のおじさん、おばさんだから。はい、うんなるほどあの。あとどうなってしまうのか、僕はまだ序盤しかやってないんでね、はい、気になるところではありますが。はい、じゃあここら辺で大体終わりにしたいと、最後にまだこれからプレイする人に向けて言っておきたいこととかありますかああ、でもまあ。予習はしなくてもいいから、って取り組んやれ、みたいな。 <laughs> やっぱり,っぱりあの。歩行手あ<の>勉いいではい、いえいえあ勉強したくなりますね。あそうですか。うん、これあ知ってたらもっと面白いんだなってありますし、うん、あ何よりアク,アクション苦手な人こそやってください。なぜ、本当に。というのも、はい、私は、えー、と最初の。 一番推奨のバランスっていうナイトでやったんですけど、トリマーみたいなやつですね。はい、<noise> 結構難しくて、あの終盤はうー,うーみたいな感じがあったんですけれども、<laughs> はい、<laughs> それより2個、2個 2> 上にも2個あるはい <laughs> ありまして、まあ、本当にあのアクション苦手でも最後までクリアしてほしいんだろうなっていうのはすごく感じました。 ま逆に言うと、はい、バトルに、はい、えとすごくこだわりを持ってる人は、もしかしたら物足りなくなるところもあるかなっていうところも、ちょっと言っておきたいかなと思いますね。じゃあ、ちょっと上げといた方がいいのかもしれないですね、最初から。そうですね。まだ前作の,あの、前作の手が体に残ってる人はね、プ <laughs> レートスの触り具合が体に残ってる場合はい、はいはい、あの一番難しい難易はあの易あはゲーム中変更できないので、その点気をつけてほしいと思いますけど。<laughs> はい はい、でも、本当に、あの、何すればいいとか、道迷わ、迷っちゃうんだよね、みたいなところも。えっ、ー、と、すごくフォローされてますし、何より、まあ、グラフィックが美しいので、本当に。ゲームやったことないな、うん、アクション嫌だなっていう人でも、ぜひ、で、見てください。はい。いや、早くわしもクリアして、山田さんと話したいんで。はい、お願いします。じゃあ、これぐらいしましょうかね。<laughs> はい。じゃ、また。えー お会いしましょう。それじゃあ。皆さん、ご清聴ありがとうございました。さようなら。